アットホームな環境のユのトきの投薬レスキューを紹介するのはこちら SH フィギュアーツのバルタン星人侵略者を撃てバージョンでございますまあここね最近ずっと続いているウルトラ怪獣のウルトラアーツのリニューアルのねバルタン星人が来ましたよと今回もね台座がついていたりだとか塗装がちょっと変わってるようですね通常のバルタン持ってなかったので非常にありがたいねもうね公式からの支給品みたいなもんですよねじゃあ開けていきましょうと内容は実にシンプルだと思いますけどね Oh kan はいはい、こんな感じ。うわ、バルタン本体だけ。レビューアーとしては非常にありがたいけども、動画もめちゃくちゃ短くなりそう。バルタン星人、念願ですね。めちゃくちゃ嬉しい。フィギュアーツのバルタン星人ね。ようやく手に入れることができたよ。じゃあ細かいとこ見ていこう。はい、お顔こんな感じでございます。なかなか収まりきらない、このバルタンの顔をね、よく再現してるんじゃないでしょうかと。この頭頂部のね、グラデーションの塗装とかもめちゃんこ綺麗ですし、目はクリアパーツでございます。 めちゃんこセミですよね。いや、造形いいですね。塗装も問題はなさそうですね。この後頭部のね、塗装とかも非常に綺麗ですね。グラデーションがほんと素晴らしい。ね、この左右非対称なね、この微妙なね、造形の表現とかもマジで見事ですよ。さすが、つぶらや監修入ってるだけありますね。まあ、特段違和感もなく、不良品っていうわけでもないので、問題もなさそうですね。目が綺麗ですね。ほんと、クリアパーツ様々ですわ。でボディ は意外と細めなバルタン星人でございますけどもこの辺もイメージ通り再現してるのかなと思います結構特徴ある塗装してますねこれもまた左右非対称の造形塗装ではございますがよく再現されておりますこのね首周りのなんかよくわからないね玉みたいなやつもねよく表現されてますよ腕周りはこのような感じでございますおなじみのでっかいハサミも、ね、しっかり再現されております根元とかもグラデーション塗装されてますね結構関節周りが 細いので。 ちょっと破損が怖いけど、全体的なバランスとかは特段問題なさそう。シルバーの塗装も綺麗ですし、微妙なね、凹凸のね、具合の造形もね、いいですね。肩周りとかもこんな感じ。このハサミはですね、こんな感じでしっかり開くことができます。中は空洞。下半身このようになっております。足もね、意外と細いんですよね。ほっそりしてるバルタン星人の下半身再現しております。このスカート周りどれだけ干渉する するるかちょっと気になるねで背中から見るとこのようになっております。はいはいはいと情報量ありますね。やっぱり大人になってからバルタン星人をよく見るとさ、全然シンプルじゃないんですよね。いや、造形素晴らしいな。かっこいい。 ということで、SH フィギュアーツのバルタン星人侵略者を打てバージョン細かく見ていきましたと、本体だけというシンプルな内容ではございますが、まあ、ここに造形フルでね、振ってるような感じなので、この辺の再現度は良好じゃないでしょうか。塗装も良好ですよ。まあ、ちょっとね、前に発売したバルタン星人と何が違うのかは、僕持ってないので比較はできないですが、ちょっと持ってる人いたらね、比較してもらえればなと思いますけども、僕個人としては非常に満足度高いですよ。いやね、前のアーツの バルタン星人買おうかなとね思ってた瞬間にこれの発売がねアナウンスされたのでねほんとギリギリでしたよということでカットファイ見ておきましょうでっかい首はもうほぼほぼ動かないですね、まあ、回転は無理だけど前後はある程度動かせます腕周りは特段問題なく動かせそうですね水平方向も上がるし肘も曲がるよと一応ねハサミのロール軸もありますとで腰回りここは 柔軟でですねで開脚、まあ、ちょっとやっぱ思ってた通りスカートの干渉がありますねスカート軟質素材ですけどもちょっと厳しいで膝はこのぐらいで設置性があまりないというかほぼほぼ動かないですね、まあ、若干のね立たせにくさは確かにありますね足首があんまり動かないところがちょっと可動の難点かもいやーウルトラマンの敵怪獣といえば代表的なバルタン星人ね、うん、嬉しいですね今にもほっほほほ聞こえてきそうなこのほほにきでございますがね結構 ここのハサミもさ、ここの縁の部分がね、鋭くてね、マジで切れそうなレベルでね、よくできてるんですよね。バルタン星人のアーツ、あとあれだよね。何年か前に残像残しバージョンのさ、バルタン星人も発売してたよね。あれ何体セット ?3 体セットぐらい出てましたっけあと1番くじでもクリアバージョンみたいに出てて、意外と通常版以外のバルタン星人何体か出てるんですよね。まあ、なあほさ、クリアバージョン何個も買えるほどのバルタン星人ファンならばいいですけども、 通常版持ってないのにクリアバージョン何個も買ってもしょうがなかったですからねとなるとね今更ながらクリアバージョン欲しくなってくるんですけどもまあ適当に中古屋探してみよう今回唯一の付属品はこの丸型台座でございます侵略者ウテとねパルタン星人が登場したエピソードのサブタイトルがここにプリントされておりますもうおなじみですよね何個付属してきたかわかんないですが相変わらず支柱とかアームは付いていないので単純に載せるだけです台座の上に載せてみると こんな感じでございます。そのまんま載せただけでございますね。もう遊び方これぐらいしかないですからね。まあ、ディスプレイバイオすることは間違いないんですけども、結構ね。幅取るからね。置くのも難しかったりするんですよね。もうちょっとちっちゃくてもいいのかなと思うんだけどね。まあ、コレクション性はあって面白いからどんどんいろいろ怪獣出していくと台座も揃ってきて面白いかもしれないですね。まあ、全部怪獣はウルトラが無理だと思うので、なんか台座だけでも出しても面白いかもね。で、ソフビ並べるとかっていうのもありだと思う。 はい、比較しましょう。こちら、s h ッツのウルトラマン A タイプでございます。この前再販したウルトラマンでございますね。バルタンと比較すると、やはりバルタンでかいですね。ボリュームがありますよ。ただ、体の細さとかはほぼほぼ同じぐらいで、下手したら素体似てるんじゃねえかっていうぐらいね、似たようなスタイルをしております。あー、いいね。やっぱり、ウルトラマンの敵と言ったら、バルタンっていう人も多いんじゃないでしょうかね。いや、かなり馴染みのある組み合わせでね、僕、やっと、 ウルトラアーツでこれ並べられれて嬉しいよ、はいよはこれとも比較 SH フィギュアアーツ進行調整法ウルトラマンでございますとウルトラマンと比べてもね特段違和感はないんじゃないでしょうかと C タイプのウルトラマンなのでねまだ、あ、色々と違いはあるかもしれないですがサイズ感的には A タイプと特段変わりはなしですよまあどの組み合わせでも十分楽しめそうはいウルトラマンと対峙させるとこんな感じでございますめちゃくちゃ特撮ですねいいですねやっとですよ まあ A タイプもね、再販してくれたの嬉しいですし、今後、レッドキング来ますからね。レッドキングとも合わせやすいのがこの A タイプでございます。いや、嬉しいな、バルタン星人。ちょっとしばらくお気に入りのフィギュアになりそうでございますよ。なんか昔、エボリューショントイの HAF だったっけな。で、バルタン星人、別のバージョンのバルタン星人出てましたよね。あれもちょっと欲しいなと思ったんですけども、我慢してね、ウルトラアーツ待ってよかったよ。近くにあったウルトラマンの敵怪獣たち、ゴーラとゼットンと一緒に並べてみましたね。 ですね。悪の三階児みたいな感じがしますよ未用によっちゃなんかすごいバラエティ感あっていいんですよねどんどん揃ってきたなダダもね発売予定ですしめっちゃ楽しみだしもっとね新規造形の怪獣出してほしいところではございますよまあ、最近ウルトラアーツも勢いがあるのでねその辺期待しておこうかなと思いますなんかドロップキックさせてみた特に意味はない ということで、スイッチフィギュアーツのバルタン星人侵略者を打てバージョンでございましたけども、おそらく造形大きく変わらずにね、塗装だけを変えて新たにね、発売したものとなっておりますので、評判通りかなと思いましたと。ま、あそんなにゴリゴリ動くタイプのキャラではないと思うので、稼働範囲ちょっと狭いところもありましたが、ま、あ特段問題なくね、バルタン星人らしいアクションを楽しめるのかなと思います。存在感だけでね、十分楽しめますからね。で、台座もね、 変わからずの感じなのでもうなんか慣れちゃってねいうことはないんですがスプレイ映えはするものとなっておりますよねいくつか集めるとまた楽しいんだとは思います次はダダが来る予定ですがなんか次またなんとかバージョン来るかなアントラとかもね発売してほしいですねまな、あ、んとかバージョンでもいいですし普通に再販してくれるだけでもありがたいのでマジで頼むよね他にもね他のウルトラ作品のさツインテールとかさグドンとかさそういうのもねもうめちゃくちゃ買い逃してるので頼む ゼバンスピーどんどんんね再販してってっくれということで、僕のチャンネルではこれ以外にもウルトラマン系のフィギュアのレビューしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、ゆとぴでした。ありがとうございます。